んこんにちは、石木まうです。私はもう20年も誘導瞑想をお教えしています。この番組では皆さんに感情をコントロールする誘導瞑想の仕方を教えしようと思います。皆さんはただこれを聞いて眠るだけ、それだけで十分です。では今日のテーマはこれです。今日の誘導瞑想のテーマは豊かさです。あなたはいつもお金がないという思いにとらわれることはないですか？それはもしかすると子どもの頃からの癖が影響しているのかもしれません。子どもの頃はあなたはおもちゃを見た時にすぐに親に買って買ってって言ったかもしれませんね。でも親はもちろんいつも買うわけではありません。ですからダメよって言いますが、あなたはもしかするととてもしつこく買ってって言ったかもしれません。そうすると親は何と言うと思いますか？大概うちはお金ないのって言うんですね。そうするとあなたはがっかりして諦めたでしょう。この手はうまくいったんです。であなたはうちはお金がないんだという思いに取りつかれます。そしてよその子がおもちゃを持ってるのを見ると羨ましいな、でもうちにはお金がないんだってこう思いますよね。そうするとその思いがずっと溜まっていくんです。もしかするとあなたはもうすでに他のおもちゃを買ってもらったのかもしれないし、あるいはあなたはいくつもの習い事に行っていて、親は毎月おもちゃを 2,3 個買えるくらいのお金をあなたのために払っていたかもしれません。でもあなたにはそのお金は見えないので、それはカウントしないんですよね。時にはこういうことがあります。親が作業着を着て仕事に行っていた、つまり背広を着ていなかったとか、親のことを母ちゃん父ちゃんと呼んでいたとか、あるいは他の人が休んでいるような台風の日にうちの親は働きに行っていた、そういうようなことでうちは貧乏なんだって認識して、それをずっと思うということがあるんです。そしてその思いを変えると、あ、実際はうちは本当は豊かだったんだっていうことに気がついて、どんどん自分も豊かになっていくということがいくつもあります。ですからあなたももしかすると自分が思っていたうちは貧乏だったんだっていう思いは間違っているんじゃないかなと疑いを持った方がいいと思いますよ。現在の状況はこういう子どもの頃に思っていたうちはお金がないという思いがとても影響しているんです。子どもの頃はマイナスを記憶するので、当たり前に持っていたものは記憶しないんですね。ですから今でもあなたは当たり前に持っているものに意識がいかず、ないものばかりに意識がいって、そしてあれができなかった、これができなかった、どうして私ってこうなのかしらと思ってマイナスな思いを増やして、そのために豊かになれないのかもしれません。今日はそういう思いを直す修正文をお届けします。いつものように6歳の自分をイメージして、そこへ未来の自分がやってきたと思って聞いてくださいね。では目を閉じてください。あなたはお母さんにおもちゃを買ってほしかったんだね。そして買ってって言ったのにお母さんは買ってくれないんだね。何度頼んでもダメで、そのうちお母さんはうちにはお金がないのって言ったんだよね。だからあなたはうちは貧乏なんだって思ったんだね。そして持っている子が羨ましかったね。自分がそれを手に入れることができなくてがっかりしたんだね。かわいそうだったね。惨めに感じたよね。大人の自分はその気持ちよくわかるよ。でもね、あなたがそう思ったのは勘違いなんだよ。あなたのうちは決して貧乏なんかじゃないよ。
必要なものはちゃんとあったし、毎日ちゃんとご飯も食べていたよね。教育費もかけてくれたし、家族旅行にも行ったよね。あなたが自分の欲しいものが全部手に入らなかったからといって、それとお金があるないは関係ないんだよ。あなたが持っていたものは当たり前で、持っていないと感じた時に腹を立てるから、感情が動いて持っていないということを強く記憶してしまったんだよ。大人の自分はあなたのその癖で今も困っているんだ。ないものばかりに目がいって、あれがない、これができないと不満ばかりを感じてしまうんだ。そのために欠乏感がたまって、なかなか豊かさを感じられなくなってしまったんだ。そしてその欠乏感が現実化してしまうんだよ。あなたは本当はいろいろなものを持っていたよね。思い出してごらん。習い事もさせてもらったよね。それらはみんなお父さんお母さんがお金を払ってくれていたからなんだよ。あなたにはちっとも価値がわからなかったものが家にはたくさんあったのかもしれないよ。だからうちは本当は豊かだったんだって信じてもいいんだよ。そしたらあなたは大人になってからも自分は豊かだと感じられて安心できるんだよ。豊かだと思う気持ちは豊かさをどんどん生むよ。だからあなたのお父さんお母さんも豊かだったと信じなさい。そして未来のあなたも豊かだと信じなさい。大人の自分はあなたにたくさんの豊かさを与えたいと思っているんだよ。自分は豊かさを受け取るに値すると思いなさい。どんなところにも豊かさを見つけられる人がその資格があるんだよ。大人の自分はとてもあなたを愛しているよ。だからこれからは豊かさを見つけて豊かさを受け取りなさい。